はい、ご覧いただきありがとうございます。今回ご紹介するのはこちらバルナック用の接射装置ヌーキーになります。はい、こちらですね、純正のね箱がついてます。がついてるんですけど、ちょっと横がね側面がない状態ですので、まあおまけ程度に思っててください。はい、であとは付属品としてリアのレンズキャップが付属しております。はい、ヌーキーは数種類ありまして、レンズによって違うんですよ。装着できるレンズによって。こちらは装着できるレンズがズミタールとズーマールとヘクトールのレンズが装着できるようになってます。はい、レンジファインダーですと被写体に近寄れるのが大体1メートルぐらいですので、それ以上にねやっぱりもっと近づいて撮りたいという時にはこれが大活躍してくれます。大体約46センチほどまで被写体に近寄ることができますので、もっと近寄りたいという時にはこれをお使いください。はい、ではまずは外観から見ていきましょう。特に問題はなさそうですね。特に大きな傷とかもないですし、まあまあ全体的に綺麗ですね。よくあるのは、これは黒い塗装なんで、ブラックの塗装なんですけど、この辺がやっぱりポロポロってこぼれたり、欠けたりするのが多いんですが、これは綺麗ですね。特に問題ないです。とレンズもね、特に問題です。こちら当店で拭いてます。で、あと、縦とか横像がずれたりするので、それは調整してますので問題ありません。で、先ほど言った当店で整備しているのは、こちらのね、ピントリングヘリコイドグリスを塗り替えてますので非常にスムーズです。ヌーキーはなぜか知らないけどグリスがガチガチに固まってもうかっこ硬いのが多いんですよ、このピントリングは。これもそうでした。当店に入ってきた時にはもうガチガチ固まってグリスがヘドロ状態でしたのがでしたので、それは当店で綺麗に清掃して拭き取って、新しいグリスを塗り替えればこんなにスムーズに動いてくれるようになります。ここまでご覧いただきありがとうございました。バルナック用の接射装置ヌーキーのご紹介でした。不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。でよろしくお願いします。